婚するのは勝手だけど、せめて同世代にしてくれないかな。なんで、私よりかな年上のおじさんなんかと。もうね、負け組感丸出しで、こっちが祝福できなさすぎる。同世代なら、こっちだって微笑ましく喜べただろうに。何でジジイと。だいたい海外旅行大好きでハイスペなのに、何十年も同世代とは結婚せず。かなり年下好きってろくなもんじゃないでしょ。いい人すぎるとか言ってるけど、いい人すぎる人って裏表、ひどいサイコパスって言われてるし、国籍だって日本人かどうかもわからない。そもそも感触持ちで、二重人格のあの子にそんないい人が来るわけないと思ってる。金持ちのおっさんだし、自分では良い人見つけた気になってるかもしれないし、この年だからと、同世代のナミスペよりハイスペ G で妥協してるんだろうけど、年の差婚って低スペがやることだし、この年までずっと独身でいた男とか恐ろしいし、本当に祝福できなさすぎるわ。でもこういうこと書くと、知事選の女とかジジイ本人からすげえ叩かれるんだろうな。他人の相手にケチつけるなとか、 G 差別がひどすぎるとか、偏見持ちすぎとか、自分が独身だから嫉妬だろとか、そういうお隠し違いの批判がすごい競う。金持ちじゃなくていいんだよ。クルーザーとかオークションとか持ってなくていいんだよ。まともな中身で、と言っても、あの人のところにまともな中身の人は来ないだろうと思うけど、ナミスペで、同世代で不倫とかしなくて、水子もいなくて日本国籍でみたいな。遊び人とかチャラ男じゃなくて、頼むから同世代のまともな人と結婚してほしかったよ。何でこう見え張って水商売女みたいに上位婚を狙うのかって。こう言ったらまた G に叩かれるかもしれないけど、金持ってても配偶者がジジイの時点で負け組ってこと分かってない。いくら整形してもそんなことしているメンヘラの時点で負け組って分かってない。金持ってるからジジイで妥協するじゃなくて、同世代の一緒にいて楽しい人とまともな人とくっついてほしかったし、ネットで出会ってすっごいいい人って言ってるけど、いい人を装うことなんて簡単なんだよ。サイコパスほどいい人を装う。マジでサイコパスとかだったらどうするんだろう。うちの家族も巻き込まれてしまうかもしれないな。癌癪持ちでメンヘラで危なかしい、あの人の保護者業に疲れていて、早く片付いてほしいと思っているのか。親も舞い上がってるし、マジで気持ち悪い。詐欺師とかとしくってるのに羽振り良くて、ずっと独身とか怪しさしかないよ。ほんと恐ろしい。飲み屋経営とかだったらどうするんだろう。いくら金持ちでもそんなのと関わりたくないマジで。でもあの人なら何の抵抗もなく飛びつくのかもしれない。贅沢大好きだし、水商売みたいな格好しているし、香水プンプンで頭おかしいし、というか病的に痩せて香水プンプンの女でいいって男はろくなもんじゃないと思う。絶対水商売系だと思う。せめて同世代の素朴な身の丈に合った青年とかだったら祝福できるのに、メンヘラだからいろいろセンスがおかしいんだよな。っていうかそこまでして結婚したいかね。何を必死に焦ってるんだろう。自分で自分を勝ち組だと思ってるメンヘラのリア充ルートへの執着心ってすごいよな。娘が変な人と結婚して、実家もろとも変な事件に巻き込まれ、地獄モードになってしまう親がいることを、うちの親は知らないのか。手放しで舞い上がることではないと思う。私は、もう、あの人のチンピラ化を止めることはできないし、性格は、だいたい生まれつき決まっていて、きっと、元からそんな性格だったのだろうから。今さら、周囲がこれおかしい、あれおかしいと注意しても、理解できる人ではないし、勝手に変な水商売男と結婚すればいいけど、うちの親を闇社会に巻き込むのはやめてほしい。ほんと子ガチャってあるんだなって思う。
自分とは全然違う気質の人間が出てくるんだもんな、親も。